こんにちは、あきらです。ということで今回なんですけども、ピースコントロールができるようになる練習方法3選という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで今回の動画は、ピースコントロールができるようになる練習方法を解説していく動画になるんですけど、今回紹介させていただく、練習方法っていうのは、僕自身が全くピースコントロールができなかった状態からピースコントロールをね、ある程度できるようになったっていう感じの、おすすめの練習方法っていう風になっております。僕自身この3つの練習をやってきたからこそ、今ね、そんなうまくはないんですけど、ピースコントロールがある程度できてるっていう形になってますんで、ピースコントロールが上手くなりたい方にとってはめちゃくちゃおすすめの動画になっております。ピースコントロールが苦手だよっていう方だったり、ピースコントロールを覚えて対面強くなりたいという方は、この動画をぜひ最後まで見ていってください。そして今回の動画が面白かった、ためになったという方は、年内2万人を目指してますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。それでは早速解説の方をしていきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285、よろしくお願いします。はい、ということで早速解説の方をしていこうと思うんですけど、一応今回の動画はね、通常マッチをやりながらの解説という風になりますんで、いつも通り初動の方を終わらせて解説に入っていこうと思います。一応今回話していく内容としては、ピースコントロールができるようになる練習方法3選という形になりますんで、僕が今までやってきたピースコントロールを取得するための練習方法で特に良かったものを3つね、皆さんに紹介していこうと思います。この動画を最後まで見ていただければ、今後確実にピースコントロールをね、上手くなっていけると思いますんで、よかったらこの動画を最後まで見ていってほしいなと思います。よし、ということで、まあまあピンチなんですけど、なんで勝ったん？えぐくないそれ。あ、そうだ。ということでね、今回もちょっといつもの恒例行事の、みんなのコメント欄をね、読んでいこうのコーナーをちょっとやっていこうと思うんですけど、一応今回ね、僕が読んでいこうと思ってるコメントは一応3つありますんで、早速1つ目から読んでいこうと思います。はい、1つ目のコメント、質問です。フォートナイトにおいて一番大切なものを教えてください。はい、これに関してはね、めっちゃいろいろありすぎて、何をね、大事だと言おうってちょっと考えたんですけど、やっぱりね、一番大事なのは継続して練習することかなと思います。はい、僕自身もね、最初ほんと下手くそだったんですけど、継続して練習をすることによって、ある程度ね、上手くなることができたんで、建築編集 AM とかいろいろ大事な要素はあるんですけど、やっぱり継続して練習することが一番大事かなとは思います。ちょっとここ行きたいね。 OKOK。 じゃあ次のコメント、あきらさん漫画とか読みますか？よかったら何読むか教えてください。はい、これに関してはね、ちょっと昔まで俺結構漫画読んどったんやけど、最近は全然読まないんで、今の漫画とか全然知らないです。でも俺が圧倒的におすすめできる漫画1個あって、それはね、ハンターハンターっていう漫画があるんですけど、それはね、めちゃくちゃハマってたかな。多分過去一ね、ハマったんじゃないかってレベルで面白かった漫画じゃないかなと思います。もう1個、自分は全シーズンから始めた、初心者なんですけど、アリーナのディビジョン10のラップが欲しくてアリーナを入れ始めましたと。戦闘が下手なのでアンチ外耐久でポイントを稼いでました。ディビジョン9になって50減るのが痛すぎて進んでません。ノラとやっても抜ける人や気分を悪くする人しか会ってません。ということで、この方は前のシーズンから始めてディビジョン10に行きたいっていう方なんだね。でも正直な話を言わせてもらうと、厳しいよそれ。前のシーズンから始めてディビジョン10はもうバケモン、そんな。だから正直ね、諦めるじゃないけど、おお、ナイス。でアンチ外耐久とかイモリでね、ポイント取って稼ぐことはできるっちゃできるけど、それだとね、フォートナイトがあんまり上手くならないっていう現象が起きてしまうから、俺的にはね、今シーズンは普通にアリーナを対面練習と思って頑張って練習しまくって、今後ね、対面勝っていけるように練習に今は努めるっていう方がいいんじゃないかなと思います。なんかどうせならね、実力でディビジョン10まで行った方が、その報酬っていうのも気持ちよく受け取れると思うんで、ディビジョン10の報酬欲しいっていう気持ちめちゃくちゃわかるんやけど、今シーズンはちょっと練習のシーズンと思って頑張ってみてください。でもどうしてもね、ポイントを増やしたいんであれば、PC 勢の強い友達 Twitter とかで作って、その人たちにキャリーしてもらうのが一番いいとは思います。
ということで、まあ、今回のコメント欄を読んでいくのコーナーでした。またね、コメントいただければ動画内で返事とかさせていただきますんで、気軽にコメントの方お待ちしてます。ということでね、まあ、早速本題の方に入っていこうと思うんですけど、まあ、一応今回話していく内容っていうのはピーリスコントロールができるようになる練習方法3選っていうテーマになってますんで、まあ、早速ね、一つ目の練習方法から解説していこうと思います。で、一応今回話していく練習方法っていうのは、まあ、話す順番にちょっと難易度が高くなってますんで、まあ、本当にピースコントロール初心者の方はね、この一番最初に話す練習方法から始めていただけたらなと思います。ということで、まあ、早速練習方法を解説していこうと思うんですけど、一つ目は、フリービルドで囲む建築技を練習するというお話になってます。はい。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、皆さんね、その建築練習するときとかに、まあ、なんかこういった感じにフリービルド、まあ、なんか自由にね建築とかをしてると思うんですよね。こんな感じで、まあ、そのフリービルドの練習の時にピースコントロールの技を取り入れてほしいんですよね。で、具体的にそのピースコントロールの技っていうのは、まあ、どういったものがあるのかっていうと、まあ、めっちゃ簡単なものとかで言うとハイウォール、こうやってハイウォールしてこうやって囲む技とか、床屋根取ってこうやってピースコントロールしてあげるとか、あとはこの壁越しに屋根を置いてそこからピースコントロールにつなげてあげる技とか、あとはまあドシンプルに階段差し込んでこういう風にピースコントロールしてあげる技とか、まあいろいろあると思うんですけど、フリービルドの時にね、この囲む技を意識して練習するっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。まあ結局ね、ピースコントロールしたくてもその建築技をね、練習してできないようじゃ実際の敵にピースコントロールすることはできないんで、まあ、フリービルドのね練習の時にその技をね鍛えるっていうのが大事になってきます。で、どういったピースコントロール技があるのか分かんないよっていう方は、まあ、普通に YouTube とかでねピースコントロール技とか検索したり、まあ、僕が出してるピースコントロールの動画の技とかをね見ていただければ、技は知ることができると思いますんで、まずはピースコントロールどういったものがあるのかっていうのを調べて、それをね練習していただけたらなと思います。で、次2つ目の練習方法を話していこうと思うんですけど、2つ目はねクリエイティブマップのボットを使ったピースコントロール練習をするという話になってます。まあ、これどういうことかっていうとね、その実際の練習風景をお見せしておくんですけど、まあ、こういった感じですね。うん、こういう風にボットちゃんがいる練習マップっていうのはありますんで、このボットに対してねピースコントロールしていくっていうのがめちゃめちゃね練習になります。本当にOK。 まあ結局ね、そのステップ1の時点で、まあ、ピースコントロールの技っていうのを覚えて、それを実際に、まあ、動かない敵にね、かけていくっていう練習方法ですね。まあ、フリービルドで実際に練習したとしても、実戦的にね、使うことっていうのは、しょっぱなから絶対無理だと思うんで、まずはボットで慣れていくっていうのが、まあ、この練習の目的になっております。ぜひ、この練習方法を取り入れてみてください。一応ね、マップコードの方貼ってますんで、そのマップコードをやっていただけたら、ボットに対してピースコントロール練習ができるかなと思います。よしよしよし。次3つ目の練習方法を話していこうと思うんですけど、3つ目はクリエイティブの建築バトルで、敵に対してピースコントロールをするイメージで対面をするというお話になってます。はい。まあ結局フリービルドで、敵のいないところに対してピースコントロールの技をする、でボットに対して技をするってなったら、まあ、ラストはね実際の敵にやっていくっていう感じです。はい。まあ、やっぱりその建築バトルっていうのは本当に建築のね数っていうのをめちゃくちゃね積むことができるんで、本当ピースコントロールの練習をするにはもってこいなんですよね。やっぱりその初っ端からね、この実戦のアリーナとかでピースコントロールするってなったら結構ハードルが高いと思うんで、そこでしっかりと練習を積んで、ピースコントロールを練習していただければ、実戦でもピースコントロールができるようになると思いますんで、最後はね建築バトルをひたすらやっていってみてください。
OK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 。 で一応ね、その建築バトルの時にこういうことを意識しておいた方がいいよっていうのも、僕の中でありますんで、それを最後話してね、この動画終わろうと思うんですけど、とりあえずね、敵が来なくてもいいんで、ここに敵来るかもって思ったところに、建築をばらまいてみるっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。なので、まあ敵がこの辺に下にいるとしたら、とりあえずここに来るかもって思って、こういう風にねやること、こういう風にしてたら、いつの間にかねピースコントロールができて、あ、ピースコントロールってこういう風にできるようになるんだっていうのがね、感覚として分かってきます。なので、建築バトルの時はね、とりあえず最初敵がそこに来なくてもいいんで、ピースコントロールの技をねひたすらやりまくるっていうのが結構感覚として大事になってくるかなと思います。僕自身は本当昔ピースコントロールとかもう全くできなかったんですけど、こういう風に適当に建築をばらまくことによってね、ピースコントロールができるようになったんで、これは結構ねガチで大事なポイントかなと思います。ということで、まあラストかな、まあ最後はねビクロイを取ってこの動画を終わろうと思いますんで、まあ暇な方はね、ぜひ最後まで見ていっていただけたらなと思います。えぐいエイム。うわガチ。はい、ということでね、今回は、ピースコントロールができるようになる練習方法を3つ解説させていただきました。今回の動画が面白かったためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知音の方お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。